5月27日にオンライン番組を配信したフィギュアスケートアイスダンスのカナダイこと村元哉中選手、高橋大輔選手組、いつも応援してくださる皆様へと題されたこの番組の中で発表されたのは、2人の来シーズンについて。結成2シーズン目ながら、4大陸選手権で日本史上最高位の銀メダルに輝いたカナダイの2人。16日には、所属先の SNS などに、いつも応援してくださる皆様へ、と、かしこまったタイトルのトーク番組配信予定が掲載されており、今後について語られると見られてきました。11月の NHK 杯では、ISU 公認大会における日本歴代最高得点を叩き出し、翌週のチャレンジカップワルシャワ杯では、さらに得点を伸ばすなど、今シーズン急成長を見せたカナダイの2人。それでも、3月末の世界選手権では、2人が満足する結果とはなりませんでした。駆け抜けたシーズンを終え、2人は、世界選手権では、これだけ試合を終えて悔しいと思ったのは初めてです、と語り、高橋選手は、この2年間突っ走ってきたので、少し気持ちにバケーションをあげてしっかり考えていきたい、と進退についての明言は避けてきました。そんな2人は、19時から配信されたこの番組の冒頭で、来シーズンも現役を継続することとなりました、と笑顔で報告。その後、NHK や雑誌など、続々とメディアが2人の舞台裏の詳細について、取材した内容が報じられていました。NHK では、単独インタビューに答えていた高橋選手。その中で、アイスダンサーとしてスタート地点に立ったばかりで、やりきっていない感覚も残っている。自分たちには、まだ可能性があると思うので、もう1年続けてみようと思う、と語り、現役続行を明らかにしました。理由については、オリンピックに出たいという欲を持った中で、自分たちの演技ができなかった悔しさがある。1年後にどういった気持ちになるかはわからないが、どれだけレベルアップできるか楽しみにしてやっていきたい、と新たなシーズンに向けて意気込みを語りました。さらに、2人が表紙を飾った雑誌、アエラ、では、来シーズンも続行したい、と先に伝えた村元選手の思いを受け、オフの期間に、自分の素直な気持ちに正直になりたい、と考えてみたという高橋選手。その間、やらない、という選択肢は、出てこなかった、とのこと。まずは1年、ということを明言したカナダイの2人は、この日、オフィシャルインスタグラムを開設。その中で、すでにアメリカに渡航し、来シーズンに向けて動き出していることを伝えると、それを知ったファンからは喜びの声が寄せられていました。これまで、様々なイベントや取材などに対し、来シーズンについて固く口を閉じてきた2人ですが、19日には2人で練習用のシューズを購入しており、やっぱり感はありましたが、安心したという方々が多かったようです。詳細をご覧になりたい方は、説明欄の URL からどうぞ。
Thank you.